マノン・レスコーの最終練習、ケネプロの前を見ているときに、あの地震が起きました。本当にいい出来でした。うん、もう、なんとも、こんな素晴らしい舞台が、これは楽しみだなという思いでいたところに、あの地震が起きて、建物のいわゆる安全性が調べないとできないと、ジェネプロを中止しようとなりました。ジェネプロを中止してもあまりにいい出来なので、もうこれで本番できると、僕たち全員思って、出演者もみんな思って、そして15日の初日を迎える予定でしたが、14日に指揮者、それから何人かの歌手の方が突如帰国なさってしまいました。もうそれからカバーの方で練習する時間は何もないですから、もうこれはやめざるを得なくて、本当に涙を飲んでやめました。しかしその後ご存知のように原発の問題が起きてきて、バラの騎士の時にやはり直前のキャンセルがとても多かったです。そしてこれもほとんど不可能だろうと、僕たちの中ではこれも中止かなという感じになりました。でも僕はここでやめてったら本当に日本はダメになってしまうと思って、絶対にやりましょうということを申し上げたんですが、こんな時期にこんな楽しいオペラやっていいのかというような批判とかいろいろありました。でも頑張っていろいろな人を至急呼んだり、ダメなところは日本人のカバーの方に頑張っていただいて、それでも衣装が間に合わない、マエストロが、指揮者が間に合わないとかいうことがあって、これは不可能ってなった時に苦肉の策という、初日は飛ばそうと、初日をキャンセルして後を全部やろうと、これはめったにないことですし、初日のお客様はとても大事な方が多いですから、非常に苦渋の決断でしたけれども、思い切ってやらせていただきました。あの時何度も僕は楽屋にも行きました。なんていうんでしょう、これはプロのオペラ集団というかオペラカンパニーかなという思えないほど、いわゆるアマチュアのオペラが素晴らしかった、やってやったというか、そのもう本当に涙感動の 毎晩だったと思います。そしてお客様から、キャスト変更のお叱りの言葉がいっぱい出てくるだろうと思った時に、よくやったと本当に皆さんにおっしゃっていただいてほっといたしました。そして、その時活躍してくださった3人のカバーの方に注目が集まりましたが、その後コゼファントッテの新演出がありました。その時に演奏会形式でコゼファントッテのやってみようって言って、カバー歌手の方々でやってみましたところ、それもお客様がとてもたくさん中劇場をいっぱいにしてくださって、皆さん帰りに僕に、あんないい人たちだったら本舞台で使ってくださいということをおっしゃってくださって、とてもこれはいい感じで日本人に目が行き出したなと思う一年でした。そしてまあ2年目がスタートして、僕はそれまで土壇場のキャンセル、ドタキャンを怒りまくってたんですが、実は自分自身が頸椎に異常があってドタキャンをしてしまいました。20年前の古い傷が元ですが、まあ、このことは皆さんにお話してもあるので、後でオペラ関係の方にお話詳しくお話ししようと思います。結果本当に明日から練習っていう時に僕はキャンセルせざるを得なかった時に、これまでに震災で14人、先ほど理事長がおっしゃった僕を含めて震災以外も含めて19人のキャンセル、これは異常な数です。この異常な数のキャンセル、それもほとんどドタキャンでしたから、その間のスタッフの苦労たるや、もう目を覆うばかりというか寝る暇もないというか、向こうと時差がありますから、その電話とかビザを取るとか、本当に深刻に成長の制作スタッフはじめ皆様が本当によくやってくださったと思います。年末には初めてチェコ語に挑戦しました。ルサルカ、僕は大好きなオペラですが、これを選んだ時に本当に怖かったです。お客様が誰もいらっしゃらないんじゃないか ところが、かえって逆さまにこのルサルカがとても皆様たくさんご来場くださって、楽しんでくださって、いい年末になりました。
そして今ボエムが始まっておりますが、実はこの間その次の沈黙の練習にも行きました。顔合わせにも参りました。でここに、いらっしゃる宮田さんの演出で下野さんの指揮 で普通これだけ長い練習ですと初日っていうのはまだなんとなく探り合いみたいな感じなんです。僕はその合唱が吉次郎って言ってるところの練習を見て涙が出てくるほどすごい迫力を感じて、うちの合唱団は素晴らしいし作品も素晴らしいし素晴らしい出来になるだろうと確信しております。この後来年が理事長がおっしゃったようにまだ200年なんですけれども、そのプレイヤーとして今シーズンいわゆる2011-12にもオランダ人とかローエンクリーンがありますので、そちらもご期待いただきたいと思います。ただ本当に今現在僕のとこにはその原発の情報が以前ほど流れてきてないので少し平穏かな。ただ14人のキャンセルを生んでしまった、これが本当の意味で外国人が安心して来られる日本に早くなってほしいなと思います。